さあ、本日も参りましょう。ミスター武士堂の戦国マーシン。本日は、晴天をつけ、登場人物解説。三条実冨編早く、上位を、実行するであーし小梅太夫、小梅太夫, <laughs> 夫っぽくなっちゃったけど。すみません、小梅太夫さんっぽくなっちゃいましたけど。はい、え今日は三条実冨さんのね、お話でございます。さあ、皆さん、今ね、総裁選で非常に日本盛り上がっておりますけれども、初代。 内閣総理大臣ってね誰かご存知ですかね知ってますか伊藤博文はいその通りです伊藤博文ですよねでもですね実はこの三条真弁さんがもしかしたら初代総理大臣になっていたかもしれないっていうねそれぐらい実はこの人すごい人だったんですよ一体この三条真弁さんがねどんな人物だったのかそしてなぜ彼は総理大臣になれなかったのかっていうね 話をしたいと思いますね、盛天を付けようの中ではかなりねインパクトねすごい短いね登場でしたけどすごいインパクト残してましたけどターのネタきゃらじゃありませんからねこの人すごい人でございますさそれではねこの人はどんな人だったのかお話していきましょう三条三富のお話ですさあこの三条三富は奥江さんですね天皇を中心とした国家を作りたいっていうねそういうことを考えていた奥江さんでございます当時はねまだ幕府がねブイブイ言わせててまあ、天皇がね本当は日本の中心のえ、ね、この存在であるにもかかわらず まあ、徳川家康が作った江戸幕府ってものが、まあ、世間を、ね、牛耳っているというかね、まあ、政治を行ってますよっていうね、まあ、そういう世の中に対して、まあ、疑問を持ったわけですよね。本来は日本は、ね、天皇を中心とした国のはずなのになんで,で、ね、江戸幕府がねその実権を全部握っちゃってるのはおかしいんじゃないかってね天皇を中心とした国にした方がいいんじゃないかっていうのを、まあ、子どもの頃からねいろんな人にこう教育されたりとかしてそういう考えを持ちながらですね育っていったのが三条三豊でございます。この三 はい、あの一番でお公の中でも一番トップなのは摂関家って呼ばれる、まあ、藤原氏の着流からね、まあ、少しまあ文系とかもありますけども、まあ、藤原氏の流れを組んでるその関白とかができる摂政関白ができる、まあ、限られた家柄摂関家ってありますけども、まあ、そこからこうねピラミッド式にこうランクがありました奥公家さんの中にもその摂関家の次に偉い家柄ですね。 家家といいう家柄の出身でございますちなみに、ね、幕末で有名なあの岩倉朋美はこの清賀家よりも下のランクの大臣家のよりもさらに下のランクのウリン家っていうだいぶ低い家柄のところの出身なんですよね。だからまあ岩倉朋美はかなりの成り上がり者だなという感じではあるんですけども、まあ、三条三さんはもともとね摂関家に次ぐ ののの中でではナンバー2の家柄の出身でございますと、はい、そしてこの幕末の動乱の中でですねいろんなねこの関白とかもね失脚したりとかねお公家さんの中でもね岩倉朋美も追放されちゃったりとかね、まあ、いろいろある中でですね尊王攘夷の活動がうわーっと盛り上がってきた中でこの三条斉富さんはね天皇を中心とした国を作りたい、ね、家柄も申し分ないっていうことでこの三条斉富さんがこの「 尊王攘夷派の公家として対等してくるということになりますいろんなこうね尊王攘夷の考えを持っている人たちが頼りにしようぜって言い出したのがまあ、こう担ぎ上げられたのが三条三重だと思っていただいていいと思いますそしてこの三条三重を強烈にバックアップした存在がありましたそれが 土佐佐なんでですすねねは、まあ、その時まだ土佐藩自体は幕府にね結構寄り添って開国の方向へ行った方がいいんじゃないかなみたいなね感じであるんだけども土佐金納党の武内藩平太とかね岡大蔵とかもいましたけどそういう人たちが「いやいやちょっと待てよ」と、ね「これからは上位だろう」と「上位の時代だよ」と、ね「そんな上位だよ」と、ね、ちょっと藩の考え方を変えるためにも我々が この上位の先兵となって率先して活動していかなきゃいけないって,ってですね、まあ、こう集団グループを作ったわけですね。で、その土佐勤剛党が三条三重富をね、こう頭に担ぎ上げて上位の運動をしていこうってことをやったわけですね。まあこの時はもう尊能上位っていうのはね、長州とかがね、まあ、非常にもう戦闘に立って戦っていますから、まあ長州とかに負けずにね、我々も戦うためにこの三条三重富の存在を使ってですね、尊能上位活動をやっていて、ゆくゆくは幕府寄りの土佐藩自体の考え方も変えて、もう幕府から切り離して尊能上位の藩に。 したいっていうね考えがあったみたいですそれでこの三条三重と手を組んでですねいろいろと政治改革をやっていくわけですねまあ、そんな中でですねこの三条三重と一緒に竹内半平太郎がですね江戸へ向かうってこともやるわけですね江戸へ下校して京都からわざわざ江戸の方に行って将軍に直接会ってですねその時の 徳が家,持ちです、ね、家持ちにあってですね「上位ちゃんとやってくださいと」となんかね通商条約とか結んじゃって海外とね貿易するとか言ってますけどダメですよだって天皇が公明天皇がね上位してほしいって言ってんだから開国とかしてちゃ駄目ですよ上位しなさいねっていうことをわざわざね江戸まで行って三条三重塚のんがですよわざわざ江戸まで行って将軍にね直訴したりとかねしてるわけですね。 そして徳川家持が上位実行のために孔明天皇に挨拶するためにね200年ぶりに将軍が上洛するっていうことがありましたけどもまあその時にもですね将軍に先駆けて京にやってきていた徳川慶喜に対してまあいつになったら上位をするんだとねいいかげ上位を実現するために何月何日までに上位つまりね 横浜のとととかに泊まっっっててているる船を打ち払うってここですすよ攻撃するってこと戦争開始ってことですかねそれをするっていう約束をお前しなさいとね上位の期限を決めなさいってことをまあ吉野部にも言ったわけですそれが「青天を衝け」の中にもあったあのシーンですね。はい、その時ね、まあ、相当あの必死の行走でね吉野部に対してうわーって言って吉野部は「あもうめちゃくちゃだ」みたいなねなんでこんなやつの話聞かなあかんねんみたいな感じになってましたけど、まあ、これぐらいねこの時の三条三重富が必死になっていたっていうのもちゃんと理由がありまして。 この時三条三十ががんでこんな必死に早く上位のね期限を決めなさい早く上位をしなさいっていう、ね、あんだけ必死になんでこんな言ってたかっていうと、まあ、この時今日では天中っていうのがねめちゃめちゃ流行ってたわけですね。尊王攘夷派の志士たちがその開国しようとかね外国人で仲良くしようとしてるやつらをもう手当たり次第殺していくっていうね。 であの岡大蔵土佐金代蔵にいる岡大蔵も「人斬り蔵」って言ってね恐れられていましたけどもそういう,う殺人が流行っていたので下手したら自分も殺されてしまうかもしれないって可能性があったんですね。っていうのもこの三条実三富の師匠である、まあ、池内大学って人がいるんですけどね、まあ、いろいろ勉強とか教えてくれてた人ですよそういう人も、まあ、開国の考えを持ってたから暗殺されちゃってますしこの三条三重富の友人ですねもう本当に共に二人三脚でこの江戸に行ったりとかする時もね一緒に来てくれていた姉屋高地金友っていうね 奥池さんんがいたんですけどそういう人もちょっとねその上位上位ってそれまで言ったけど勝海舟とかに説得されて、うん、確かにちょっと開国っていう考え方もあるかもしれないなとか言ってたら殺されちゃったりとかしてねそういうことがあったからちょっとでもねここでその気持ちをね緩めてやっぱもう開国でもいいかもしれないなとか上位難しいかもなとか言ったら遺贈とかにねブサって殺されちゃうかもしれないですよ。それぐらいもう 命がけのこの尊王女夷運動だったので、三条サイドにもあれだけ追い詰められて、まあ、早く早く女優を実行しろっていうことを吉野に言ってたわけですね。まあ、かなり追い詰められた状態にいたというわけです。はい、この時結構ね。ノイローゼ気味であんまり眠れてなかったとかね。そういうこともあったみたいですよ。はいまあ、そんな風にですね。この尊王女夷派の志士たちによって。 尊王上に期待の星としてそういう将軍とか慶喜に対してのものが言えるお義さんということで、まあ、三条実朝はもうみんなのねこうスターとしてこう崇められていくということになります。まあ、三条三重自身はか、ね、うううかなりプレッシャーを感じているから この三条三重自身にすごいカリスマがあったっていうよりはやっぱり家柄が良かったりとかまあたまたまねそういう運命が巡り合わせて、えー、こうトップになったっていうような人だからちょっと荷が重かったんじゃないかなと思いますまあそんな中でですね、えー、この後はもう尊王攘夷のねこの三条三重の,の天下になるかなと思っていたらここで 8月18日の政変が起きるわけでですすねね薩摩藩とか孝、ねまあ、明天皇がちょっとその上位派の公家たちやりすぎだっていうことでクーデターを起こしてそれまで京でブイブイ言わせてね将軍とかにうわーって言ってたこの三条実朝が京の町を追放されてしまう七大地といいうのね起きるわけでございますこれで三条実朝はもうねその家柄をめちゃめちゃいい家柄だって言ってましたけどそういうねもうステータスも全部白雑されてターの人になっちゃって長州の方に逃げていくことになるんですね。 この時は、ね、本当に雨の中を本当に草履履いてね、えー、もう地べたをねこうはいつくばりながら逃げていったらしいですよ。本当だったらねお公家さんっていうのはねみこしとかに乗って移動が許されてるね身分の高い人だから許されてるんだけどもうそういうステータスも全部剥奪されちゃってるターンの人だからもう歩いてね逃げていくしかなくてもう泥まみれになりなががら逃げてていいいったたっう、ね、話がございました、はい、ちょっとこの前ね三条三朝役のねかなさんとお話もさせていただきましたけどねその時にこの七行打のシーンも撮ったんだけどね、えー、晴天をつける中ではねなんかカットになってしまったという話。 足もございましたけど、まあそんな風にボロボロになりながら逃げていったということがあったわけでございます、はい。そして長州、それから最終的には長州から離れて九州の太宰府っていうところで近親生活を送ることになります。もうこの時はね外出とかもほとんど許されずにまるで囚人みたいなね生活を送ってたみたいですよ。で七郷落ちってねいうぐらいだから何人。 この三条三重富を含めて7人の奥家さんたちが逃げていったわけなんだけど途中で脱落してしまったりとか病気になって命を落とす奥家さんとかもいて人はどんどん減っていってるんですよ。その中で三条三重富は最後までね長州藩と共にいつか天皇中心の世の中を作るためにですねまだ諦めないぞってね至福の時を過ごすことになるわけでございます。さあそんな中で三条三重富にですね思わぬ人物が接触してくることになります。 それがあの坂本龍馬でございます、はい、坂本龍馬と、ね、三条三豊実は合ってるんですよね、はい、実はこの薩長同盟ね坂本龍馬がねこう薩摩と長州をつないでね薩長同盟やりましたって話も有名ですけどもこの薩長同盟のきっかけになったのも三条三豊の,のね存在があったんですねこの時三条三豊の,のそばには中岡慎太郎っていう尊皇女優派の志士が、えー、護衛についていました中岡慎太郎はもともと土佐藩出身なんだけど土佐勤皇党から離れて 長州藩と行動を共にしながらですね、禁門の辺を戦ったりとかね、していた人物です。で、その後もですね、この長州に残って三条三富のね、護衛をやっていた人物なんですが、この中岡慎太郎が元々土佐藩の出身だったというところで、坂本龍馬がですね、こう、中岡慎太郎に接触してきて、で、そこで三条三富にね、話をするわけですよね。この時、坂本龍馬っていうのは、土佐を脱藩して薩摩の世話になったんですよ。西郷隆盛とか薩摩藩の世話になっていて、薩摩藩もその長州とね、手を結びたいなということを考えているっていうところで、龍馬はその使者としてやってきたわけですね。まあ、ここ。 に関しては詳しいことは薩長同盟のねお話動画1本出してますのでえそちらでもね詳しく話してるんで是非そちらもね見ていただきたいと思うんですけども、まあ、龍馬がえ薩摩の使者としてえこの長州にいる三条実三臣のとこへやってきてでえ長州に口を聞いてもらったっていうことですねいきなり長州藩にバッと乗り込んでたら長州藩は薩摩のことをすごく嫌ってますからねもともと8月18日の声援は薩摩のせいで、ね、京都から追っ払われてしまったから薩摩を憎んでますからいきなり 長州のところに行ったらね、薩摩の使者ふざけんじゃねえこの野郎って殺されてしまうかもしれないので一回三条三重とをね間に挟んで,でそこからこう言ってもらったと。 そのおかげで龍馬は長州に入ることがでできたわけですね。さらに中岡慎太郎たちの働きかけもあってですね岩倉知美,美はねかつてその一宮降下問題っていうのがあって天皇の妹を将軍に嫁がせようみたいなことをやった時にいろいろと揉めてしまってねその朝廷を辞める羽目になっちゃってるんだけど、まあ、その岩倉知美とうまいことをう繋いでくれてこの復活する、ね、手当てを探っていくぞということをやるわけでございますね。はい、でこれが後の王政復興につながっていくわけでございます。 そして薩長同盟がなった後に大政奉還、王政復興の大号令とありましてそして、えー、ついに江戸幕府が倒れるということになりますね江戸幕府がなくなって吉野部を禁止にしてしまったのでもう江戸の町を統治する人が誰もいませんよねその江戸の町を統治する 係として三三条三重に白羽の矢が立ったとといいうことになるわけでございます、はい、それが関東大観衆という、ね、役職だったみたいなんですけども、まあ、将軍の代わりですよね関東の、えーこうね、治安を守りますよっていうねそのリーダーになりますよということで三条三条がその後と明治政府が確立してきたらですね右大臣っていうねもう天皇の補佐をしますよっていう明治政府の中でもトップの役職になってさらに右大臣からですね太政大臣っていう,もうさらに上のランクの肩書きにランクアップして内閣総理大臣っていうのができるまでの この明治政府のトップに君臨することになると。 いうわけでございます、はい、でここまではね、えー、この「晴天を衝け」の中でもねこの前も少し出てきていましたけども、まあ、こういう流れがあって33年のみはトップになりましたよと、まあ、これまでもねその七強落ちがあったりとかしてねいろいろ大変な思いもしてていやすごい壮絶な人生だなと思うんですけども、まあ、ここからも大変なわけですね、はい、明治政府もね全然基盤がしっかりしてないよっていう話はねもう皆さんご存知かと思うんですけども、まあ、そんな中で,ですね明治6年の政変っていうのが起きるんですねこれがめちゃめちゃ大変でございます。はいいいとにかかかかかくくくくせっっっっっ新しい政府作ててててやってくぞって、ね、みんんななな頑張ってるんだけどなかなかうまくいかないと といろんなことがうまくいかないそんな中でね渋沢栄一が辞めてしまうっていうねことも起きるわけですよね大蔵省が他のいろんな省と対立し始めるんですね大蔵省というのは明治政府のお金を管理するね省でございますからいろんな省からですね「新しいこういうことをしたいから予算をこれぐらいくれ」とかね言われるわけですねでその予算のね、えっと、何に使うのかっていう話を聞いて大蔵省が「分かりました」って言ってこうお金を出すんだけどそのね 明治政府もそんなにすごいお金いっぱいあるわけじゃないからあっちもこっちもからですね「今度学校建てるから金くれよ」とかね「裁判所にこう作るのにこれぐらい金かかるからちょっと金くれよ」といろんなところ言われるわけですよ「軍隊作るから金くれよ」みたいな「金くれよ金くれよ」って言われてもそんな全部お前たちの言う通り上げてたら。 ね、もう明治政府のお金なくなっちゃうからダメですって,言ってね、もう少しずつ少しずつしか出しませんってことでやってたわけですよ。そうなると、いや俺たちはこういう政策をやりたいんだよとかね、俺たちはこういうものを作りたいと思ってるのに、大蔵省はケチケチして全然金をこしてくんねえから、なんもできねえじゃねえかみたいな感じでうわーって大喧嘩になっちゃうわけですね。まあこれはね、なんか今でもね、会社とかでもねあると思いますけどね、予算くれないくせにね成果出せっておかしいだろうみたいなね、まあそういう話があってもおかしくないと思うんですけども、まあ、そういうことが起きてですね。まあそうした中で渋沢栄一もあこれはもうダメだとねこの大蔵省でいろいろやっててもどうしようもなんないと自分で。 実業家になってね会社とかを作って国をまず豊かにするってことをやらないとこれは日持ちもサチもいかんっていうことでまあ一はこの明政府をやめてね実業家の道に行くんですけどもまあ、その時に三条三太とにも渋沢栄一をね引き止めに行ったとねいう話が残っています実際にあの英一の家まで行ってねちょっとやめないでよって言いに行ったらしいですよ三条三太とがまあ、それぐらい今 人材が抜けていくっていうのは大変なことだったんですね。まあ、それだけもう混乱状態にあったわけですからね。でこのお金の問題以外にもいろんな問題があるんですよね。あの島津久光ですね。かつて薩摩藩のね国府だったこの島津久光がですね、いろいろへそ曲げてるんですよね。なんか文明開化するとか言ってね、もうちょんまげなく無くしましょうとかね、刀なくしましょう、配当令しましょうとかね、どんどん西洋化していこうってやってる日本に対してすごい不満を持ってて、いろいろぐじぐじぐじ,ぐじ,ぐじって言ったりとかね。まあそのせいで最後高森がもしかしたら辞めちゃうかもみたいなことになったりとかしてて、まあ、他にもいろんな問題をいっぱい抱えてるんですよ。外交の問題とかも抱えてたりとか。 そういうことがあった上でですね渋沢栄一も辞めていくっていうから三条三枝はすごく困ってたわけですね。はい、で他にも井上薫辞めちゃったりとか江藤新平ね司法省担当してた江藤新平が辞めちゃったりとかで西郷高森もね実際辞めちゃってますしもういろんな人がどんどん辞めていくってことになってもうちょっと勘弁してくれよってなってるわけですね。でこういう混乱状態の中でその矛先ね不満の矛先っていうのは全部三条三枝とに向かうわけですよ。リーダーダですからね。 今でもさそのコロナの時にさもうコロナが大変なことになってるって時にこういろんな人がねこれ頑張んないとどうにもならない問題じゃないですか一番トップの人がねどんだけ天才でもなかなか難しい問題だと思うんですけどみんな総理,総理がダメだみたいなね菅さん何やってんだみたいなめちゃめちゃ批判された時あ,ありましたよねあんな感じでもう世の中がこうパニック状態になるともうとにかくリーダーが責められるっていうねことになったわけですね。 それで世の中からめちゃめちゃ明治政府が批判されてる中でですね、まあ、岩倉総美とかもねちょっと病気を理由にね休みますとか言ってね欠席したりとか、ね、する中で,ですね、まあ、三条実とも非常に責任感が強かったのかいや俺は最後までやるぞってねめちゃめちゃ頑張るんだけど、まあ、最終的にですね病気で倒れてしまって「あもうこれ無理だ」ってねちょっとやめさせてくださいってね、えー、なんか本当によくね総理大臣でもねありそうな感じですけどねもうちょっと限界なんでやめさせてくださいって、ね、ことになるわけでございます。しかしかでででですすすねねね病気で倒れたた三三条三重の,この辞辞表表ももううめいっってては受け取ら くださいって言われて、病気を押してですね、三条三路には明治政府のリーダーを続けていくことになります。まあ、そんな中ですね、まあ、頑張って、やっていくんですけども、まあ、ついに、内閣がね、え、立するというタイミングがやってきます。はい。その時にはですね、もう西郷隆盛も西南戦争で死んで、大久保利通も暗殺されて、木戸孝允ですね、元桂小五郎、木戸孝允も病気で死んでしまい、岩倉智美も癌で死んで、で、大久保重信も、え、色々ね、なんかスキャンダルに巻き込まれて失脚したりとかして、もう。 頼れる人が全然いないという状態だったんですね。もうそれまでの維新のね、英雄たちが次々と明治政府を去っていく中、まだね。三十三年ともリーダーやってるわけですよ。ええー、もうどんどん有能な人が、ね、渋沢もいなくなっちゃったし、どんどん有用な、有能な人がいないんだけど。俺、どうしたらいいのってなってる時に、唯一残ってたのが彼なんですよね。伊藤博文でございます。はい、伊藤博文はまだ残ってたんですよ。伊藤博文は海外に行って、いろんなことを勉強して、日本に帰ってきたんですけど、その時に。これからの。先進国っていうのは。 もうそういう王国みたいなね天皇を中心とした国みたいなやり方はやってないと憲法に基づいてそういう国王とかね天皇みたいなのと政治っていうのは切り離すっていうね切り離して政治を運営していくっていうね君主君主と政治は切り離すよっていうやり方が ね、あの最新の先進国のやり方だよっていうことをね学んでやってきてたわけですねもともとはね天皇中心の国を作るぞってね幕府があったら駄目だとか言ってね天皇中心の国を作れるとか言って新政府ができたのにね結局結局その天皇からまた離れた政治をやるんかいっていう話なんですけども、まあ、そういうことがあって伊藤博文は内閣っていうのを作った方がいいっていうことを言うわけですね。 でこの時の政府のリーダーっていうのがその太政大臣の三条三役とみなわけなんだけどもこの時の政府のシステムっていうのは太政大臣っていうね一応トップ言いますけどもその下に左大臣右大臣っていうのが置かれてて、まあ、そのうちのね一人は岩倉東美男やってたんだけど左大臣右大臣と太政大臣この3人が、まあ、実質上トップですよっていうことでやっていくっていう話になったんですね。 でこれを伊藤博美は「いやそれそう3人いるから決定がねうまいこといかないんじゃないの?」ということでやっぱりリーダーはバチンと1人ね絶対的なリーダーが1人いるっていう総理大臣1人でいいんじゃないかと言ったわけですね。まあ、しかしですね三条三条もいやそれを懸念したわけですね。まあ、この時この政府の中には派閥っていうのがめちゃくちゃあって特に長州の派閥薩摩の派閥っていうこれがすごいバチバチにいがみ合ってたわけですね。ここここの2つのののつ力な派閥のバランスををううまいいいとと取ることでで、まあ、政府を運営してて思っていたのでどったどちかが リーダーになっちゃったら、ね、おいなんでその長州派閥のやつらがトップになってんだよって薩摩の人たちは不満に思っちゃったりとかねすることになっちゃいますからそういう一人をこう、ね、トップに置くっていうのはちょっとやめないかってことを、ね、言ったわけですねだから一回自分が太政大臣で,で左大臣に伊藤博文で右大臣に元薩摩藩士の黒田清隆を置いてこう薩摩と長州のバランスをうまいことを取るっていうねそういう感じにしようとしたみたいなんですよ。でも伊藤博文はいいやいや,いや違うんすよとだから そう総理大臣人にして、ね、だからもうトップ一人ナンバーワントップっていうのがいないとうまいこと決断できないんですよ実際ね三条三にも渋沢栄一がねやめちゃうときに三条三豊はちょっと決断力に欠ける人だわとかねこう言われてるんですよこうことだからなかなかこうね左大臣右大臣とかねいろいろいたらなかなか決定っていうのは難しいみたいなんですよね。だからもう 絶対的にねリーダーシップを切れる人が一人ボンと総理大臣ドンっていた方がいいんだよっていうことでその三3三枝とい意見に反対していましたさらにですねその右大臣に押されていた黒田清隆が辞退してしまうんですよねいやそんな大臣とかもう荷が重いですわしかもその時のそれまで薩摩のトップをやっていたのって 大久保利通、ね、が暗殺されちゃった後だから「いや大久保さん暗殺された後になんか大臣とかやらされてちょっと怖いんですけど」みたいな「もう嫌なんですけど」ってねそのせいでこの伊藤と黒田をうまいことこうね、えー、2人置いてで自分がトップにいてバランスを取るっていうことが難しくなってきたと「えー、もうどうしようどうしようどうしたらいいんだ」とね。で伊藤君は総理大臣にしろ」みたいなね「早く総理大臣制にしろ」みたいな内閣を作れって言ってくるし「ああもうどうしたらいいんだ」ってなってる時に天皇から言われるわけですね三条さんへとめよと。 もう、ね、その人事のこ、ね、悩む前にまずは一回その内閣制っていうのをやってみたらどうだとまず枠組み作ってからそれから人事で悩めばいいじゃないかってとね天皇が言ってくるわけですね。もうこの時明治天皇もねもう立派なね、えー、もう政治家としてもね成長してますからねそういうふうに三条三右にアドバイスしたわけですよね。で三条三右は「分かりました」って言って「一度その内閣っていうのを作りましょう」って言って、ね、とりあえず内閣制を作ってでその後、まあ揉めたらもうそれはしょうがないっていうことで内閣制を採用してでその時に三条三右が「 総理大臣になななるかももしれいいっっててうところになってたんです、ね、でもですすねねそこで伊藤博美が言うわけですねちょっと待ってくださいよと、ね、そもそもその内閣制にしようって言ったのはその天皇とね、えー、政治を切り離してでさらにその強力なリーダーシップを、ね、触れる内閣総理大臣っていうのを作るっていうためのものであるからそもそも天皇と、ね、すごい今までずっと近くにいた太政大臣だった三条三豊を総理大臣にするっていうのはその考え方からしたら。 ねナンセンスだしまあしかも三条三重さんはねちょっと決断力に乏しいとか言われてるんだから三条三重さんが総理大臣じゃダメでしょうっていうことで伊藤博文が初代内閣総理大臣になったということになるわけでございますまあこれは三条三重自身も私がやるよりも伊藤博文がね伊藤君がやった方がいいだろうっていうことで、まあ、推薦したっていうねこともあったみたいですこうしてこのですね幕末の動乱から 明治の動乱までずっとそのね中心にね置かれ続けていろんな人たちのね批判の的にもなってしまった、ね、やっぱりそのトップをやるっていうことは目立つからね矢表に立つってことですからまさに矢表に立ち続けた三条実朝はここでその舞台から降りることになります。でこの後は内大臣って言って天皇を補佐するっていうね役職に代わって天皇のそばに使いながらそのね残りの生涯を送っていくことになります。しかしですね54歳の時にインフルエンザにかかってしまって亡くなってしまうんですよね。なんかもうインンフルエンザにかかって 死ぬっていうのがちょっと幕末を生きていたね人っぽくないというかもう現代人っぽいですよね。で多分現代みたいにそのインフルエンザのねワクチンとかまだないからこの時インフルエンザで死んでしまったんですが54歳でその生涯をね終えたということになります。さあ本日のお話はここまでですいかがでしたでしょうか。清廉をつけに限らずですねこれまでの幕末最後の中でも要所要所でね名前は出てきていた33人のでございますけれども実はですねこの幕末から明治にかけての動乱の中の非常に重要な中心人物はあったんですね。ただ その中心人物であるがゆえにですね個性が強すぎるね英雄たちの,のバランスを取らなきゃいけないというところでこの、ね、三条三朝自身がね有名になるっていうことはねなかったのかもしれませんね、まあ、トップでありながらなんか影にね徹したというかねそういうような人物なのかもしれないですね。 ははい、それではですね、何かね、わからないこととかです、ねまあ、リクエストとかございましたらぜひコメント欄にね、コメント書いてみてください。で、このね、お話の参考文献も動画の概要欄に書いてありますので、えー、僕の話で、ね、ちょっと正しいのかとかね、ちゃんとちょっと本で読んでみたいなっていう方はそちらのね、本もチェックしてみてください。それではままたお会いしましょう。さらばじゃ